ミニ。こんにちは本日はこちらの件名の詐欺メールを紹介します UCS カードアカウントに問題がありますので更新してください,すすで,ださいですまずはじめに詐欺メールの内容を紹介しますその後詐欺メールの中のリンクをクリックしたらどうなるかを試してみたいと思いますこちらが詐欺メールになります差出人は UCS ネットサーブ件名は UCS カードアカウントに問題がありますので更新してくださいです メールの内容ですけれどもいつも UCS カードをご利用いただき誠にありがとうございますこの度 UCS カードのアカウントにいくつかの問題が発生していることが判明しました資金の安全性とアカウント機能を確保するためにお客様にはアカウントの更新をお願いしております以下の手順に従って操作してください UCS のオンラインアカウントにログインしてくださいそしてリンクですね マイアカウントページにアアクセスします。アカウント更新オプションを選択してください指示に従って関連情報を入力してください更新内容を送信し確認してくださいお客様の安全のために5月15日までにこの講習を完了してください更新プラス問題が発生した場合はオンラインカスタマーサポートまたはこちら宛てにメールでお気軽にお問い合わせください ご理解とご協力に感謝いたします引き続きより良いサービスを提供するために努力してまいりますですではですねリンクをクリックしたらどうなるかを試してみたいと思います先ほどの詐欺メールのリンクをクリックするとこのような警告画面が出ます偽のサイトにアクセスしようとしていますこちらのサイトでは 悪意のあるユーザーによってソフトウェアのインストールや個人情報パスワード電話番号クレジットカードなどの入力といった危険な操作を行うよう誘導される可能性がありますと出ますねではあこちらの警告を無視してアクセスするとどうなのかをやってみます警告を無視してアクセスするとこのような画面になります株式会社 UCS ログイン画面ですねユーザー ID とパスワードが入力するようになっています 私は UCS ネットを利用してないんですけども、えー、本物っぽいんでしょうね、多分ね。以上です。いかがでしたでしょうか今回の詐欺メールの件名は UCS カードアカウントに問題がありますので更新してくださいです。私は UCS カードを利用していません。利用していないサービスからのメールは詐欺メールだと思ってリンクは決してクリックしてはいけません。皆様もこのような詐欺メールには十分にご注意くださいね。 本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。